予選直前の鴨編集長、緊張してます。15分しかないんで、ね、頑張ります。どういう作戦？とりあえず、まあ、もうほとんど並んじゃってるんで、うん、まあ、後ろの方から前開けて出て、うん、まあ、2、3計測して、うん、タイムが出たらいいな。さあ、いよいよコースイン。ポールポジションおめでとうございます。ありがとうございます。行ってきます。何秒ぐらいいくの？7秒昨日5でした。今日は6秒入れたいですね。6秒台ニューなんで。コースオープンと同時に全車コースイン。お、早速スタートの練習、気合い入ってますね。最終コーナーを立ち上がり、まずは一発目のアタックと思いきや、このシフトまだ行く気ないみたいです。この季節としては気温が低かったこともあり、アタックは2周目と決めていたというが、うまくいくんでしょうか。さあ、アタックに入った。1コーナーは若干インが甘かったが、アタック続行。直してもう一回。スロー走行車がレコードラインを塞いでいて若干ロスしてしまったが、今はタイヤが美味しいタイミング。頑張れ。ん？あ、クーリングしてんだ。さあ、カモないだ。ないだ。16位。ニュータイヤを投入したにもかかわらず、前日のベストタイムより1秒以上遅い。20位までに入っていれば予選落ちの心配はないが、まだ安心はできない。さあ、ラストチャンスだ。ああ、また1コーナーで行き過ぎてる。
てます。ダメだ。なんで9秒5しか出なかったですよ。いや、なんか出てった時はすごいグリップあって、おぉと思ってこの調子だと思ったら、そんなにはグリップなかった。あの週はこっちミスし、この週はこっちミスし、ちょっと全般的に1コーナー突っ込みすぎました。予選9秒5 5なんで9秒後なの、ね、だってもっと全然出るって言ってたじゃん。練習走行で9秒1だったんです、うん、でまあ練習走行何本も走って9秒1で、うん、予選一発ニューで、うん、これもニューにしたらもう8秒台はおろか、うん、7秒かすっちゃったら結構上行っちゃうぞと思って、うん、9秒後だったおかしいなと。でね、ちょっとね、まあ、鴨の現場でのコメントと、はい、車載の映像っていうところでちょっと検証をしてみました。はい、見てください。全般的に1コーナー突っ込みすぎました。さて、本当に突っ込みすぎだったのか。検証した結果、突っ込みすぎというよりブレーキを緩めるタイミングが早いように見える。全然突っ込みすぎじゃなかったんだけど。ん突っ込みすぎると良くないので安全を期してちょっと手前から。だからといってねえ、いや初めて何さて、速いドライバーの走りを見てみると、ブレーキングポイントが随分違うような。ブレーキングポイントは誰よりも手前だがクリップにつけていない。どういうこと？1コーナー以外もチェック。やっぱりブレーキングポイントが早い。だいたいさ、だってもうハンドル切ってコーナー進入していくときにもうブレーキ離れてんじゃん、足が。いや、早くアクセル踏んだ方が早いかなと。いや、それはグリグリ症候群。いや、ね、あ、谷口様症候群。そうリア引っ付けて。いや、突っ込み、まあ、リアは多分引っ付いてるかもしれないけどフロント引っ付いてなかったまあでも練習走行でまあ、あのもうちょっと先から行ってて何回も行き過ぎちゃって、うん、行き過ぎちゃって大きく失うんだったらちょっと早めにブレーキしてそこからずっと直線だし、うん、立ち上がり重視の方が、まあ、結果的にリスクが少ないかなと。86の場合は180キロしか出ないんだけど、180キロしか出ないって言っても秒速50メーターぐらいなわけじゃん、うん、で秒速50メーターってことはコンマ1秒遅らせると5メーター進むわけだよ、うんうん、ちょっと早めにっていうのがちょっと単位が大きいんだと思うんだだからミニサーキットだったら、はい、ちょっと早めにっていうのを結構ちゃんと早めに踏まないと、ポイント的に変わってこない、うん、けど富士の場合なんていうのは180キロのリミッターがついてたといってもコンマ3秒早めに踏んだら15メーター、なってしまうよと、っていうのはちょっとある感じだよね、うん、でもね、俺逆に突っ込みすぎてて、うん、もっと言ってたんですよね。あの走りができる前、うんうん、もっと突っ込んでもっと奥にって言っててステアリング高く大きくなっちゃったりとか、うん、タイヤがとんでもなく空いてる時間がないとかっていう状況だったんで、うん、いやだからさ、なんかさ少しでもブレーキ遅くでも少しでも止めてどうにかクリップにつくぞみたいなさ、そういう心意気を感じないんだよな、この顔の走りに昔からそういう若々しさがない。いや、でやっていっ
やってたんですけど、うん、ほらよく予選ほどねブレーキは突っ込まないで、うん、早めにしっかり止めて立ち上がれっていう、だからそう、うん、あのね確かにそれはそうなんだけど、新品タイヤになった時にみんなが突っ込んじゃうっていうのを前提に言ってる言葉なんだよ、うん、だからユーズド、まあひどいユーズドって別だよ、例えばコンマ5秒、多くて1秒とか縮まるフレッシュを吐くとするじゃん、その時にみんな頑張りすぎちゃうんだよ、うん、で頑張りすぎてタイムが縮まらないっていう人たちに対しての言葉として同じでいけよとだからそのわざとゆっくり走るんじゃなくて、わざと早くもっと丁寧に走るんじゃなくて、ユーズドでベストタイムを出す走りと同じことをしてれば早く止まれて、早く向き変えられて、早くアクセル踏み出せて結果的に速いよと、うん、っていう話をしているわけで、わざわざそこからまさらになんか落とすっていう話ではないいいよ言ってちゃんと結構言葉に惑わされすぎかなって感じがありますよね。突っ込まない方がって言うととんでもなく突っ込まないですけどいい調子だよあとさ、そのセクター3の、はい、2に入れるタイミングがほういまいちなんか良くねえなって思ったのね。こんな感じだなと思って走ってるんですけど、ね、うん、なんかいまいちギア合わない感じがあったでしょ。そんなことない別になんかね、比べるとこんな感じなのよ。ハモの方は一呼吸早く2に入れてる。ああ。で、その一呼吸早いタイミングで2に入れるためにスピードが落ちてる感じ。ああ、早く落としすぎて、うん、カモは落として曲がってる、ハッシーはもうシフトをしながら曲げてるっていう感じ。でもさ、それってやれるようにどうしてなったの、うんうん、普通やんないよね、こう曲がってる時にシフトダウン。あのネッツコーナーはもう本当にずっと切りながら入ってくじゃないですか、だから自然とそうなってったっていうだけの話なんですけど、うん、あんまり考えてないです実は知ってる僕はその切りながら入ってくと忙しいから、うん、まあ、先に落としちゃおう、うん、踏んで立ち上がれば行ってこいだべと、まあ、さすがに僕も、まあ、若干ちょっと早いかなっていう気はしてましたけど、うん、実際その練習走行の時よりも、タイムが落ちる要素ってのあったの？予選当日はちょっと路面状況が、うん、良くなくてスリッピースリッピで本当はあの前の日までの状況だったら、うん、6秒台入ってもおかしくないかなぐらいの感じだったんですよ、うん、それなんで出る前に6秒台目指しますって言ってたんですけど、はいはいはい、あれっていう感じで、うん、指は頭でした、まあ、そういう問題も若干はあったと